車体中央部の座席配置125系電車は、西日本旅客鉄道の直流一般系電車である。オバマ線の電化開業に合わせて2003年3月3日に投入された車両で、JR グループの申請車両では、JR 四国7000系電車以来2例目となる、営業用の両運転台電車である。オバマ線に加え、主に、加古川線、北陸本線にて運行されている。 これまで JR 西日本管内の電化ローカル線には日本国有鉄道時代に製造された近郊系車両を編成短縮化などの改造を施して配置することが多かったが、オバマ線と加古川線の電化工事に関しては地元自治体からの補助があったために新車を投入することになり、アーバンネットワーク用車両の設計思想をもとに省エネルギー、 運用効率や快適性の向上を目指して新規開発された。JR 西日本では普通列車用の電車については列車や線区の実情に合わせて通勤系、近郊系の区分を徹底しているが、当時の JR 西日本では国鉄時代の車両形式区分を基本的に踏襲していたため車両形式区分の第2位の数字、 日の車両は通常であれば近郊型に区分されるが、本形式は、オバマ線や加古川線で使用している、電化目的で製作された車両であり、置き換え対象となった車両が一般系機動車であった、ことから、ローカル専用の標準タイプとして、例外的に一般型へ区分されている。両運転台構造のクモ波125系制御、電動車1形式のみが存在する。なお、 東日本旅客鉄道のサロ124型とサロ125型は113系の形式であるため、統計式との関連はなく、車両番号の重複も生じていない。223系2000番台の車体構造を基本構造とした軽量ステンレス構え体を採用し、単行運転可能な両運転台構造としている。ドアは運転台直後に、 片側2箇所の両引き戸を設けているが、中央部にも1箇所増設可能な構造となっている。これは223系2000番台中間車の車体側面部材をそのまま流用したためである。窓配置についても基本構造とした223系2000番台、2500番台と同様に5連窓となっている。車体色は全面創下と 側窓上下にエメラルドグリーンの帯が入り、側倉庫の帯はエメラルドグリーングレーのツートンとなっている。車タンブは貫通構造で最大5両編成で運転することができる。これは当時運用予定としていた路線のホーム最大長が5両相当であるのが理由である。207系などと同一のミュージックホーム、警笛機器を装備している。主要機器1両での運用が多いことから、 事故、故障時に、直ちに運転不能に陥ることがないよう、機器の二重系統化が図られている。制御方式は、東洋電気製造の PWM、イグテイブフインバータ制御装置1個で1台の電動機を駆動する 1C1M 方式である。2系統のうち1系統の制御装置が故障しても、残り1系統の制御装置による運転の続行が可能である。また、 性能選択スイッチにより、系2 0 7十2 2 1百2 2 3系などとの並結運転が可能となっている。主電動機は、1時間定格出力 220kW である、カゴ形参照誘導電動機、w m t 1 0 2ト t を搭載する。ブレーキは、電力改正併用電気指令式空気ブレーキで、保安ブレーキは、 フェール政府の思想に基づいて、各台車に別系統で装備し、冗調化を図っている。補助電源装置は SIV を2機装備している。終電装置は、ステンレス製である WPS28、A シングルアーム式パンタグラフを前くらいに1機、搭載している。車両番号6から8.1112は、下取り用パンタグラフを後くらいに増設して2機、搭載する。 このうち工実する一時車が落成した時点で、下取り用パンタグラフが搭載されたのは7.8のみであったことから、オーバーマ宣伝下後の2003年冬には、河川の凍結による輸送障害が頻発した。台車は、前くらい側が、電動台車後くらい側が、付随台車の構成であり、単行電車でありながら、MT ヒコール1、1としている。いずれも、 軽量ボルスタレス台車である。変電所の容量の関係や線路条件などから、オバマ線や加古川線での運用最高速度は時速8 5トル北陸本線や海藻寺など多線区での運用最高速度は時速1 2 0トルである。223系の内装を基本とし、前くらい側のドア付近には3人掛けのロングシートを設置、それ以外は、 車椅子の旅客が容易に通行できるように考慮して、当初1列プラス2列の転換クロスシートが設置されたが、座席数が少ないとする苦情を受け、オバマ船向けの車両は2003年12月から2004年1月にかけて、地元負担で2列プラス2列に改造された。改造により、ゆとりスペースにも座席が設置された。ただし、荷棚に重付された。 座席番号表記シールは交換されていない。あとくらい、側ドアには隣接して車椅子対応の洋式トイレが設置されている。トイレの対面には座席を設備しない車椅子スペースを設けてあり、壁面にパネル式暖房機が装備されている。窓ガラスは灰色の UV カットガラスが採用された。2002年秋に、 川崎重工業兵庫工場で2003年3月15日の小浜線鶴ヶ駅東舞鶴駅間の直流電化完成に合わせて8両が投入された。当初は福知山支社福知山運転所電車センターに在籍していたが2006年10月21日より金沢支社鶴ヶ地域鉄道部に転属し鶴ヶ運転センター車両管理室に配置された。同時に 編成記号が V から F へ変更された。なお、最初の約3年半だけ、福知山運転所に在籍していた理由は、オバマ線が、電化開業した当時鶴ヶ駅構内が、オバマ線のホーム、留置線などの関連するところだけ、直流電化されただけに留まっており、当時は交流電化だった鶴ヶ地域、鉄道部構内への出入りができなかったためである。 雲波125から11廃焼機が大型化された二次車のゆとりスペース2004年12月19日に、加古川線加古川駅、谷川駅間の直流電化管制に合わせて4両が投入された。4両全車が近畿統括本部、阿保市総合車両所に所属し、加古川発出所に配置されている。一次車と比べ、主に以下のような変更がなされている。 2006年9月24日に、北陸本線長浜駅鶴ヶ駅間、湖西線長原駅大見四つ駅間が、交流電化から直流電化に変更され、10月21日ダイヤ改正に合わせて6両が投入された。この3次車の製造費用は、全額地元自治体の滋賀県と福井県が負担している。全車が鶴ヶ地域鉄道部に所属し、 鶴ヶ運転センター車両管理室に配置されている。二次車までの変更点は次の通り。本系列の導入で、鶴ヶ駅小浜駅間は7分、小浜駅東舞鶴駅間は3分、加古川駅西脇市駅間は5分の時間短縮となった。なお、5 2 1系など JR 西日本の近郊系車両で実施している、先頭車への転落防止ホロ取り付けは統計式では、 実施されていない。一時車と三次車の混成4両、編成鶴ヶ地域鉄道部には一両編成14両が所属しており、鶴が運転センターに配置されている。主に、オバマ線において運用されている。最大4両で運転される。通常の営業運転において、客用ドアは常時半自動扱いである。ドアチャイムは、一時車は全自動扱い時のみ、三次車は 半自動扱い時にも明動する。この内校舎は北陸本線での運用時にのみ使用される。三次車の投入により、オバマ線の朝ラッシュ時に一往復設定されていた113計4両編成を使用した運用がなくなり、同線の列車はすべて本系列に統一されたが、2009年3月14日から2010年3月12日までは521系も運用されていた。 また、その後も、ダイソーなどで5 2 1系での運用が見られる。その後 ATSP の車上装置をトイレの後方に搭載する改造を受けた。これに伴い、座席定員が2名分減ったほか、外観ではトイレの横の窓がステンレス板で塞がれた。ラッシュ時に運転される3両編成、アボシ総合車両所には1両編成4本が所属しており、 103系3550番台と共に加古川線で運用されている。なお、加古川線使用車両でも触れている通り、西脇市駅、谷川駅間の列車は基本的には全て本系列で運転されている。最大3両編成で運転される。2015年より2020年まで沿線のご当地キャラのラッピングが施されたオバマ線キャラ56が運用についていた。 本ラッピングは、回18編成にのみ施されていた。ありがとうございます。